はい、どうも、こんばんは、小林隆史です。ですね、僕が中学校の時に、受けた国語の先生の授業が、今考えるとちょっと面白かったなーっていう、まあそういう話なんですけどね。どういう授業だったかというとですね、なんかね、半分半分と思うんだよね、この授業については。半分、そんなことして意味あるかな、くだらないんじゃないのっていう部分もあれば、こっち側に、あ、でもそういうのって結構ためになるかもっていう、両方あったような気がしていてね。で、どういう授業だったかというと、まあ、小説読んだりとか、高校の教科書を、まあ、読むじゃないですか。でね、読んだ時に、なんつってたかな。まず、大きな段落みたいなのをね、山場はどこなのかっていう、山場の始まりが、この行から始まってるとか、山場の始まりとか山場の終わりとかね、あとそのなんかクライマックスの部分もそうなんだけど、なんかそういうのを自分らの班で議論をして決めるんだよ。でそれを発表してディスカッションをするのね。いや、山場はここから始まってるんだっていう、この一行から始まってるっていう班があると、いや違う、それよりもっと前にここからもう主人公の気持ちが動いてるんだから、ここからが山場なんだみたいなことをさ、話し合って決めていくんですね。でクラスでの答えを出すっていう、なんかそういう謎の国語授業があったんです。でさっき言ったこれくだらないなって思うのは、ここからが山場なんだとか決めてどうすんのっていうのはあるじゃないですか。別にどこだっていいよっていうかさ、小説読んでて山場の始まりはどことか、誰もそんなこと考えなくていい話じゃん。でもしかしたらそのテストとかであんのかどうか知らないけど、テストとかでも山場はどこかなって別に聞かれないよね。だからあんまり、なんでそれを一個に決めなきゃいけないのっていうのがよくわかんねえなっていう部分だけど、こっちには俺はこう思うんだよっていう、それは議論しなきゃいけないじゃん。そうすると俺はここからが山場だと思う、例えば、クライマックスが始まるのはここからだと思う、なぜならばっていうさ、その説明をしなきゃいけなくなるでしょ。その時に一応その自分なりの解釈みたいなことをするじゃない。なんでその今言った例えば主人公はこの瞬間にもうこういう気持ちになってるんだと、みんなは分かんないかもしれないけど俺はそれを読み取っているんだっていう、まあそういう解釈をですね、自分なりにその発表して、みんなが、あ、へえ、そんな考え方もあるんだとかっていうふうに、読み方がいろいろあるんだってことが分かるでしょっていうのは一つ有意義な部分あるのかなとか、あとはその言ったらパネルディスカッションみたいなものなわけですよね。だから、ディベート的な能力みたいなことを、まあ、鍛える意味がもしかしたらあの授業にはあったのかなみたいな、その辺はちょっと面白いところはあったんですよね。だから、無意味だなって思う部分はやっぱり今でも無意味だと思うんですよ。小説を読んだ時にどっから盛り上がったかなんて、読んでる人が盛り上がった瞬間なんだから別に決めなくていいよねあと盛り上がった瞬間をどこかっていう風に判断する意味もないじゃん別に。どっから盛り上がったかなんて人に説明する必要もほぼ普段ないわけでしょ。だから役に立つのかって言われると、そういうことを決めること自体には何の意味もないと。だけれどもこれを読んで俺はこんな風にここの部分を捉えていますっていうことを人に説明したり、人にこう俺が面白かったのはここだって言ったりするみたいなことについてはなんか意味があると思ってるんですね。っていうのは僕は例えばこういうところで映画の感想を言ったりとか、まあなんかの、見たものの感想を言うみたいなことはやっぱりするじゃない。でそうやって自分が感じたこととかが、を言語化する、あるいはなんでそう感じたかってことを自分の中で明らかにするみたいなことが文章にしたりとか、おしゃべりをしたりするときに必要にはなるじゃないですか。だからそういう能力を鍛えるという意味では、あ、意味ある授業だったのかもって今でも思うんですよね。でそれはもちろん、今この瞬間からみんな始められることだし、例えばよくね、僕が動画見てる樺沢紫苑さんっていうね精神科医の方とかがよく言ってるけど、とにかくそのブログだとか SNS だとか、なんか何でもいいからそういうところに自分の
受け取った、まあ、解釈なり作品の感想なりを発表していくことはすごく大事だよっていうようなことを言ってて、やっぱりそうやってどこかに出す、アウトプットするってことをしないと、意外とそういう能力っていうのは全然育たないんだという話なんですよね。で、作品について、あ、こういうことを俺は感じたんだってことを言葉にするっていう訓練ができていくと、なんだろう、その作品だけじゃなくて自分の身に何かが起こった時にも、それを今俺ってこういうことに苦しんでんだなとか、あるいは今起きてることってよく考えるとこういう意味で大したことじゃないんだとかっていうようなことを、まあある種分析的にこう捉えることができるじゃない。で、そういう能力が高い方が、なんか漠然とぼんやりとした生きづらさを感じたりとか、そういう風にならずに済むみたいなことはあると思いますので、なんかね、そういう意味で印象的なね、中学の国語の授業だったなっていうことを、なんとなく思い出して喋ってみたりしました。そんなわけです。バイバイ。はい、というわけでチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますので、よろしくお願いします。小林隆史でした。